朝ごはんを呼ばれて弁当を持って行って帰りますって出ましてね、建築の前で朝礼を済まして、屋外に朝礼が済んだ後すぐドガンで飛ばされまして、トラックの下へ飛ばされて助かったよ。でトラックの下へ飛ばされたもんだから家がダダダダと倒れてきて助かったんですよね。で外におったもんだから首と足と火傷しましてね、周りが燃え出したもんでね。で双葉の里いうて山があるんですよ、そうですね、5、600メートル北側にね、そこの山をめがけて逃げましてね。当時はそこの東連平城いうて連平城があったんです、ひどいところがね。そこの北側に双葉の里という山がありましてね、その方へ逃げていって友達と、ちょっと小高いところ上がって広島市内見たらなんですね、火の手がすごい上がっておりましてね、まあものすごい光景だったですね。怖かったもんでね、明中野の方の友達がおったもんで、その子と一緒に歩いて向かい灘の方を向いて行ったわけですよね。あれも相当距離があると思いますけど、中野までは。ええー、いえ、向かい灘からね、汽車が行ったり来たりしておりましたから、まあ私ら鉄道へ従事しとったもんで、機関車へ乗せてもらってね、中野まで行きましてね、友達の家へ一晩厄介になりましてね。あれ大手町に帰ってこられた、ええ、明くる日にね、明くる朝、昼頃になりましたかね。あれ7日のですか。7日のね、昼前頃になったと思うんですよね。心どうなってますか。全然焼け野ヶ原でブス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 まだね、火がブス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 煙っとったんですよ。だからね、火が照って暑いわ、この灰じゃ炭火みたいなもんですからね、炭火がこう焼けとるもんでね、すごいもんじゃったですよ、あくる日でもね。で川よ川は死体がみんなポカ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 浮いたりね、まあ言葉にならん状態ですよね。その時ご家族どなたか会われましたか。ここへ来たらね、長男と会いましてね、岩尾さん、岩尾と会いましてね、それから親父やらみんなおる言うたもんでね、でどう言いますかね、島の方へ行っとる言うていうもんでね、安心しましたですよ。それがみんな兄弟重症じゃったですからね、親父は家の中へおってからね、後でまあ聞いた話ですが、天井落ちてきてから、頭をぶっとったですがね。で兄貴はね、やっぱりこういう仕事をしよったんですよ、三ツ安いのがね。それで西向きの家じゃったんですが、どうしてですかね、大やけどをしとったんですが、やっぱり鏡の反射でしょうね、中で仕事しよったいうんですが、鏡の反射で大やけどをしとるんですよ、室内におられて、そうですよ、大やけどをしとるんです。ですからね、ちょっと考えられるんですよね。西向き言うたら、ここにドアがあるんですよね、こう、入り口が。ほんで、鏡がそっちこうあるんですよね。考えられるんですよね、こう、爆心地はこの方向なんですがね。ピカーッと光ってですよね。家の中におったのが、
大やけどをしとるんですから、ちょっと考えにくいですよね。どうしてじゃろうかなと思って、今もって不思議ですよね。家の中で仕事をしようったのに大やけどをした。そのお客様もの即死したような形勢じゃったですね。その7日にお手持ちに帰ってこられて、それからどうされました？もうこちらのここで寝泊まりはできないわけですね。親戚が五日市あったもんで、ね、おばがおりましてね、兄貴と長男と岩尾雲と会いましてね、でその五日市の方へ頼って行ったんですよ、歩いてね。五日市のおばのところにね。この三ツ矢さんは8月15日に亡くなられたということです。それは全身大やけどでね、はい、いや9日ですか、9日ほど生きとったらしいんですがね。で金輪島に逃げたものを今度は重症だから大竹移されて、大竹で息を引き取ったらしいんですよ。ご自分は立ち会ってない？ないんですよ。私はここからすぐ山口の方へ、母親の方の里へ行ったもんでね。つまり市街地に行かれて、それから山口行ったんですよ。山口の長門峡で、まあ、他の族とも会われたんですね。そうですよ、ね、私が、まあ、一番先行っとったわけですね。お姉様が9月の9日に亡くなっておられた。あれはね、家におってね、ガラスの破片ぐらいで助かっとったんですよね。んで、まあ、元気な様子じゃったんですが、やっぱりこう原爆の何を放射能を吸うとるんでしょうね。九州の方へ遊びに行きまして、帰ってなんか帰りしないに雨に打たれたかなんかして弱って寝込んで9月9日に死んどるんですよ。なんかこうね、あんまり火傷はなんか大とらなんだんですよね。やっぱり放射能を吸うとるんですかね。つまり九州へ行かれたということは、その時はお元気だった？元気だったんですよ。で帰ってきてなんか雨に打たれて具合さが悪くなって死んだということになってるんですが、お医者さんもようわからんのですよ、何が何やら。ものは私らもわかりませんよ、お医者さんがわからんぐらいですけど、診察しても。で9月の9日に死にましたのね。でその死んだ時には青い斑点がこう出ておりましたんですから、ああじゃあ後でね気がつくようなことです。ああこれは原爆症じゃったんだの、ね、ありきたりですがね、ああ絶対にやっちゃいけませんですよね。今平和ですからね、こんなことは二度とねやっちゃいけませんですよね。